姫様、どちらへ？それなら私が。姫様。お嬢さん、もしかしてあんたあの兄さんの恋人か何かかい？いや、ここのお屋敷に入っちまったらもうその人のことは諦めた方がいいよ。俺は何人もここに運んできたことがあるからね。ちょくちょく話を聞くが、ここの奥様本人も遊び人だが、あの人は家族なんかも相手にした売春の斡旋をやってる仲立ち人なんだわ。大概自分の屋敷かどっかの料亭で顔合わせをさせて、相手が気に入ったら商談成立だ。それからはご随意に茶屋にでもしけ込むなりなんなりするね。さっきの兄さんが買う方か買われる方か知らんが、どっちにしろお嬢さん、ここらで引き返した方がいいよ。いやー、大体この時間帯なんだね。旦那がいないんだかよくわからんが、見当はつくよ。出てきましたよ。
あの兄さんがあの夫人を買ったのかな。それともまさか羅斜面の男子版か。あ、ちょ、お嬢さん。あなた様は先日の。はい、おります。どうぞお上がりください。おひいさん、どうなすったの？突然いらっしゃるものだから驚いてしまったわ。まあ、一体何があったの？あら、どうしてそれをご存知なのかしら。お兄様はその金策の内容をあなたにおっしゃらなかったのね。それじゃああなたには知られたくなかったんじゃないのかしら。それでもあなたは知りたいとおっしゃるのね。ここの奥様本人も遊び人だが、あの人は家族なんかも相手にした売春の斡旋をやってる仲立ち人なんだわ。困ったお姫様ね。あの夫人はロシアの伯爵夫人よ。革命のせいで一家離散してここへ落ち延びていらしたの。そうよ、シベリアから鉄道を使ってね。革命騒ぎで日本へ亡命してくる貴族は少なくないわ。彼女もその一人よ。
大層な資産家よ。亡命貴族らしからぬ優雅な暮らし。それで日本にも慣れてきたので習い事がしたいと言うんだわ。それで水人さんを紹介したのよ。身売りという言葉が当てはまるかどうかは知らないけれどね。安心したかしら。まあ、何かしら。私のこと気になるわ。私は奄美の娘ですのに、そんな卑しいことをせずとも生きていけますわ。どうしてかしらね。面白いわ。姫様、お部屋でお休みになられては。殿様がいらっしゃらない時はいつもの場所にいるものと思いますが。久しぶりだな。待ち人でなくて残念だったな。安心しろ、お前のお兄様も一緒だ。とりあえずこちらへ。路上で倒れて眠っていた。夏場だから良かったものの、冬なら凍死していたぞ。
ああ、繁華街の見回りをしている最中だった。朝方にこういう輩を見つけたら、とりあえず牢にぶち込んでやるんだが、知った顔だったものでな。それとな、その水人君は大丈夫なのか。体にひどい跡があった。縄で縛った跡だ。しばらく水人君から目を離さない方がいいぞ。俺もまた様子を見に来る。気をつけろよ。姫様、何かあったんですか？今、兵隊さんが来ていましたけど。水人様が。姫様、初めてのことではないんですよ。まだ先代様がご存命だったとき、俺頼まれて引き取りに行ったこともあるんです。あまり覚えていないんですが、ひどい時期が一度あって、ほぼ毎週のように義老から呼び出されていました。最近では亡くなったと思っていたんですが、今度は路上で倒れてしまったんですね。先代様は姫様に心配をかけまいとしておっしゃらなかったようですが、真島、何の話をしているんだ。あ、藤田様、姫様に余計なことをお教えするんじゃない。すみません。しかし、
今、お水をお持ちしようと思っていたところです。少し意識が戻られたようです。